組み上がりました。それではセット内容を見ていきましょう。まずは E7 系北陸新幹線輝き3両で1編成となっております。そして高架駅、小さな鉄橋枠、ブロックトンネル、ブロック橋脚が7個、直線レールが3本、こことここに使ってます。そして曲線レールが全部で14本、ストップレールが1本、ニュー坂レールが2本、ターンアウトレールの LR がそれぞれ1本ずつ、そしてこの駅に貼るシールが1枚ついてました。はい、これ駅にシール貼ってあるんですけども、分かりますかね。軽井沢駅なんですね。よーく見るとね、細かいんですよ。右方面が桜平、左方面が安中春菜、ちゃんと書かれてるんですね。 E7 系新幹線は単三電池1本で駆動します。さあ、それでは走らせてみましょう。スタート。